がございませんよ。もう一度お確かめ。タイガースの先発は秋山でした。秋山らしいコントロール、見事なピッチングを見せてくれました。一方バファローズの先発も佐藤、桃崎が初回ツーベースヒットを放ちます。ルーキー桃崎のツーベースヒット。ただしかし2アウト2塁から146キロのボールで豊田を三振に打ち取りました佐藤です。両先発投手が今日素晴らしいピッチングを見せてくれました。2回の表トーマス、昨日猛打賞、そして今日もヒットを放ちました。でこのトーマスなんですけれども、途中一度エンドランをかけて、ワンボールワンストライクで一度エンドラン、スリーツーからもランナー動いたんですが、センターライナー、スタートを切っていたトーマス戻ることができませんでした。ダブルプレーになりました。センターいつも今日再三いいプレー、守備範囲の広さも見せました。そして4回の表、池田がヒットで出ます。毎回のように1回から4回まで毎回1本ずつヒットが出るバファローズだったんですけれども、秋山のピッチング、ピンチだなという感じは全くありませんでした。サードゴロでダブルプレー、ここもゼロに抑えます。さあそして試合が動いたのは4回の裏でした。野口、太平洋からの風にも乗って、そしてタイガースタウンのコーチ、秋氏、子どもたちの声援にも乗ってレフトスタンドに叩き込みました。野口恭介の今シーズンファーム第2号、第1号もバファローズの田嶋投手からでしたので、いずれも左ピッチャーからのホームランということになりました。5回なんですけれども、これ秋山がこの回初めて三者凡退に打ち取りました。コントロールの良さ、そして自らのリズムの良さというのも光りました。秋山は結局6回まで投げて72球、奪った三振は2つだったんですけれども、被安打5、失点自責点0ということになりました。その後佐藤蓮がゼロで挟んで岩田が登板ということになりました。8回の表バファローズの攻撃です。守備でも再三好プレーを見せてきた今日サードに入った源がセンター前ヒット、その後その前の打席で大きなライトへの当たり、ナイスバッティングだった木下だったんですが、過去2シーズン送りバントの記録がなかった木下がバント失敗。このあと福永ライトフライアウトのあと1番野口の打席です。ツーアウトランナー1塁に変わったあと盗塁でアウトになるということになりました。さあ一方8回の裏、その盗塁でランナーを刺した後のキャッチャーの藤田がツーベースで出塁をしました。その後高寺の打順で申告敬遠になりました。スリーボールから申告敬遠でランナーを出してノーアウトランナー一塁二塁で、今日ツーベースも放っている桃崎に送りバントだったんですが、これがキャッチャーサードフォースアウト、バント失敗という形になりました。その後野口の三振、そして豊田がライトフライ、タイガースチャンスをものにできずに1対0で9回を迎えるという形になりました。さあそして9回なんですけれども、タイガースはファームでの守護神的立場になります石黒がマウンドに上がりました。
この送りバントのシーン、本人はサードをタイミング的にアウトじゃないかというのでサードへ投げようとしたところだったんですが、三塁手キャッチャーがいずれもファーストを指さしていて、慌ててファーストに送球、それが悪送球となってランナー2人がホームイン。その直後、初球でした。その気持ちの揺れを見逃さなかった4番の内藤、ツーランホームラン、一挙4点ということになりました。一挙4点が入って9回の表、そして9回裏横山楓です。ノイジーをフォアボールで歩かせたんですけれども、その後遠藤一望を三振に打ち取って、最後は代打の中川をセカンドゴロに打ち取りました。結局4対1というバファローズが勝利という。天ヶ崎のうちに新たなシンボルが誕生、阪神タイガース新ファーム施設。そこでは若虎たちが躍動し、安らぎの笑顔があふれる。すぐそばに選手がいる、すぐそばに野球がある。2025年ゼロカーボンベースボールパーク誕生。